はい、こんにちは。今日はボディービルダーは筋トレだけやっとっても勝てないっていうことについて話したいと思うんやけど、この動画特にね、これからボディービル大会に出たいとか、フィジークでもいいし、あと女の子やったらなんかビキニの大会、そういう大会とかに出ようかなって思ってる人に特に見てほしい動画。で、最初に誰がボディービルダーとか、どういう人がボディービルダーかっていうの、っていうね、そういう前置きをして、実際に去年とかさ、俺ボディービル大会出てみたんやけど、そういうのを踏まえて、ボディービルダーがやっておくべきことについて、その後にね、話そうと思っとる。で、そもそもやけど、どうやったらボディービルダーになれると思う？ボディービルダーの大会に出てる人はボディービルダーなのか、じゃあさ、そうやって考えたら、ボディービルダーの大会に1回1年だけ出て、もうあとずっとボディービルの大会出てない人はボディービルダーじゃないのかとか、ってなったりっていうふうにさ、考えた人ややこしいやんね。けど、俺は自分のことを今はね、ボディービルダーと思っとる。よだってね、大会出るつもりやもん。で、そのつもりで筋トレも減量も日焼けもやってきよるけん、そういう感じで、自分でボディービルダーですって言いたいなら言ってもいいと思うよ。で、ボディービルダーの大会に出てなくても、私ボディービルダーですよって言いたいなら言ってもいいと思うよ。でも実際ボディービルダーの大会に出てなくて、私はボディービルダーですって言う人はもうほぼおらんと思うけどね、多分。っていう感じで、今のが、下手くそな前置きやったと思うんやけど、そういう人が、ボディービルダーかなって思う。で、こっからじゃあそのボディービルダーとしていて、勝ち上がっていくために必要なこととか、ボディービルに必要なことを話してみたいと思うんやけど、で、俺がボディービルの大会で勝ち上がる方法を思いつくのは結構いろいろあるんやけど、中でもやっぱ、バルクと絞り、色、ポージングと、オリジナリティとか、この5個ら辺が大事かなって思う。で、順番にちょっとずつ話していくと、まずバルクは、これは体の大きさやね、とか筋肉の部位の一つ一つのパーツの大きさとかないけど、で、これがないと、いくら絞っとっても、ただの広がりくんになるけん、もやしみたいな感じになってしまうけどね、筋トレしてバルクをつけるのは大事だと思う。で、次、絞り。これはね、さっきのそのバルクとは正反対みたいな感じになるかもしれないけど、どんだけ体大きくて、筋肉一つ一つの部位が大きくても、結局その絞れてないと、ステージの上でさ、坊主取った時の、かなりこう映え感、見栄えとか映え感みたいなのが悪くなるけん、これも普通に大事かなと思う。で、3つ目の日焼けとか肌の色なんやけど、これさ、団体によってスプレータンニングとか、オイルタンニングかな、そういう感じのでもいいよみたいなところもあるけど、結構やっぱでも普通の日焼けマシン使って徐々に日頃からこう焼いて肌を作り上げていくみたいなところが多いと思う、まだ。で、これはガンガン黒くしていった方が、筋肉の部位と部位のその陰影っていうかな、この影のこう今全然絞れてないけど、もし黒かったらここら辺のこういうのがもっとくっきりなってきたりするかもしれんし、そういうのができてきていいっていう感じだね。で、次、4つ目のポージングなんやけど、これはボディービルダーがそのステージの上で体を審査して評価してもらうための唯一の方法なんやけん、この練習を抜かりなくしとかんと、ほぼ負けてしまうかなと思う。で、最後にオリジナリティなんやけど、これは最後フリーポーズの時に、必要かなと思ってて、ギリギリ大事なんかなと思って言ったっていうだけ。で、こんな感じで、俺が思うね、ボディービルダーについて必要なことをね、適当に話してみたけど、で、こっからちょっと余談の話になってしまうんやけど、ちょっと前に、俺が生きよるジムに置いてある、雑誌、トレーニング雑誌みたいなのところに、横川尚隆選手が、インタビューをね、受け取る、その特集みたいなのが組まれとったんやけど、その時に、トレーニングで大事なのは、バルクですって言って、もう胸を張って言おったんやな。胸を張ってこう言ってたわけじゃないけど、ほぼもう、もう断言しとるみたいな感じで俺には捉えてしまって、もう、俺その時割と結構ガンガンやりよう時で、やりよう時やったけど、気持ち的にはいろいろあってバンバンってなっとったんよ。バンバンってなっとる時の結構下降気味みたいな時やったんよ。モチベーションじゃないけど、いろいろあった時があって、ちょっと右肩下がりみたいな時があったよね。ちょっと前。1ヶ月ちょい前、1ヶ月前ぐらいかな。その時に、トレーニングはしっかりやった時に、
なんかそのたまたま雑誌ちょろっと読んだら、横穴とか選手はバルクが大事よみたいな、なんかボディービル大会はそのダイエットコンテストじゃないから、そんないくら絞りとかが大事って言ってもやっぱバルクがもうなんかベース中のベースみたいな感じのことを言ったよね。でなんかそれ見ても結構衝撃を受けて、まあ俺は今、まあ、俺は減量しようけど、まあバルクもしっかり意識したトレーニングをやりたいなと思ったっていう話。ただそれだけなんやけど、ちょっとこういう話をしよって思い出したけん、最後にねちょろっと言ってみた。でまあこんな感じで俺が思うボディービルダーに必要なこととか、ボディービル大会で勝ち上がっていくために大事なことを俺なり自分なりにね、自分に言い聞かせながらね話してみた。まあこれで以上なんやけど、もしこういう動画見たい人はチャンネル登録とかいいねをね押しながら、帰ってください。では以上、サイン肉体改造部のゆうきがお送りしました。バイバイ。